ワノ国編完結までのすべて。現在ワノ国編クライマックスに突入し、ルフィの食べた悪魔の実が人々の実幻獣種モデル2から判明したワンピース。そんなワンピースのワノ国編の今後の流れは一体どうなっていくのか。今回はワノ国編がドレスローザ編のオマージュ、もっと言えばギアフィフスがギアホースのオマージュになっているという独自の視点も絡め、今後の流れを考察していきたいと思います。ということで今回はワノ国編完結までのすべて、ギアフィフスはギアホースのオマージュについて徹底考察したいと思います。なおワンピース第1045話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。まずは現状のワノ国の情勢を見ていきましょう。長い長いワノ国もクライマックスを迎えているんですが、火祭りの夜、鬼ヶ島へ出航してヒエモン率いる赤鞘国男と麦わらの市民たちの忍者海賊ミンク侍同盟はカイドウオロジに復讐を決行しようと決意。そしてサンジがクイーンを、ゾロがキングを、そしてローとキッドでビッグマムを倒し、第1044話では小紫と再会したオロチもなんと勘十郎によって重傷を負ってしまったことから、残すはルフィ対カイドウを残すとみ。そんなルフィはですね、第923話ではカイドウとの一度目の対決でカイドウの雷鳴発見により瞬殺。さらに第1013話では覇王色をまとったルフィでしたが、カイドウに返り討ちに遭い海に落とされて2度目の敗北。さらにさらに第1042話での3度目の対決では CP0 が五老星の直令でカイドウ対ルフィの戦いに途中で介入、そして撤回でカイドウを守るようにルフィの攻撃をガードし、こうしてルフィはですねカイドウにそのまま叩き潰され、カイドウが不本意ながらも3連勝を飾っています。しかし第1044話でついに覚醒した人々の実幻獣種モデル2か、こうして4度目の対決をしてルフィ対カイドウが幕を開けるんです。では今後のワノ国編のルフィ対カイドウはどうなるのか。結論から言うと、ドレスローザ編のルフィ対ドフラミンゴのオマージュになると思います。大きく理由は2つあります。まず1つ目の理由がギアフィフス発動時の状況がギアホース発動時の状況と酷似している。2つ目にドレスローザ編もワノ国編も国民に危機が迫っている。それぞれ見ていきましょう。まずはギアフィフス発動時の状況がギアホース発動時の状況と酷似している件について。ギアフォース、そもそも初めてルフィがギアフォースを使ったのがドレスローザでのドフラミンゴ戦で第783話でした。そしてその1話後の第784話ではドフラミンゴと一騎打ちになったルフィはギアフォースを本格的に発動し、筋肉風船と体に空気を注入すると体を風船のように巨大化。ギアフォースバウンドマン、2年間の修行で猛獣たちと戦った経験から身につけたギアフォースバウンドマンを披露するんですが、圧倒的なパワーとスピードでドフラミンゴを圧倒。そして第784話のラストのコマです。ギアフォースの力を遺憾なく発揮したルフィがドフラミンゴを追い詰めてゴムゴムのカルバリンを放ち、ドフラミンゴの顔面に強烈な一撃を入れるんです。この第784話のように新しいギアを発動させてラストのコマで敵の顔面を殴打するシーン、何か思い出しませんか。そう、第1045話とそっくりなんです。これが俺の最高地点だ。ギアフィフス発動。第1044話で人々の実幻獣種モデル2化を覚醒させたルフィは第1044話のラストにギアフィフスを発動し、そしてその1話後の第1045話にてルフィはカイドウを自由奔放に戦い圧倒。ざっと第1045話での自由さをまとめると、カイドウに食われてもゴムゴムの風船で巨大化、カイドウの目から手を出して脱出、そして先ほど話したゴムゴムのギガントによる超巨大化、さらにはゴムゴムの縄跳びでカイドウをぶます。ボロブレスで丸焦げになった場面、丸焦げになったルフィが一瞬でカイドウの元にぶっ飛んで戻った場面、ラグナラクを食らい目が飛び出るシーン、疲れが出たルフィが老化したように衰えるシーン、回復したルフィがカイドウの渾身の一撃を食らい顔が金棒の形に変形したシーン、そして第1045話のラストのコマではルフィは腕を回転させるとカイドウの顔面に強烈な一撃を入れるんです。つまり第1044話でギアフィフスを発動させ、その後の第1045話のラストのコマでカイドウの顔面に強烈な一撃を入れている描写は第783話でギアフォースを発動させ、その後の第784話のラストのコマでドフラミンゴの顔面に強烈な一撃を入れているコマのオマージュになっているんです。つまり新たなギアを発動させた回の1話後には第1045話のカイドウ戦にしても第784話のドフラミンゴの戦にしてもルフィは敵の顔面に強烈な一撃を叩き込んでいる。まさに第1045話は第784話のセルフオマージュになっていると言っていいでしょう。次にドレスローザ編もワノ国編も国民に危機が迫っている件についてです。ドレスローザ編ではドフラミンゴは鳥かごをドレスローザ全土に展開、鳥かごとは上空に伸ばした糸の束を対象を包囲するように展開し国を覆う巨大な糸の檻を作り出す噂、糸の檻は触れたものを切断するほど鋭く凄まじ破壊力を誇って一生の隕石でさえも切断するほどなんです。そして時間とともに収束して最終的にはですねドレスローザ国民は鳥かごで虐殺されてしまうという窮地に立たされてしまうんです。つまり鳥かごの発動者であるドフラミンゴを倒さないとドレスローザ国民は死んでしまう状況とも言えます。対してワノ国編終盤ではですねカイドウがホムラ雲で鬼ヶ島を丸ごと浮かし花
の都に移管する計画を進めてますよね。そして現在原の都は火祭りの最中なので、このまま移管すればですね、多くの住民たちが犠牲になってしまう状況なんです。こちらもカイドウを倒さないと我が国の国民の大勢が死んでしまうという状況と言えます。つまりどちらも敵を倒さないと大勢の国民が死んでしまうという意味で、ワノ国編の終盤はドレスローザ編の終盤のオマージュになってるんです。もっと言うとギアフィフス発動後の戦いがギアフォース発動後の戦いのオマージュになってるんです。そしてギアフィフス発動後の戦いがギアフォース発動後の戦いのオマージュになっているのであれば、その後の展開もある程度は推察できますよね。そもそも第784話でドフラミンゴはギアフォースの強烈な一撃を食らうも、直後の第785話ではドフラミンゴは反撃に転じて糸々の実を覚醒、さらにはルフィがガス欠で10分間覇気が使えない状況になってしまい、その後はドフラミンゴ対ルフィを守るドレスローザ国民の戦いが描かれました。そして迎えた第790話、ドフラミンゴは復活したルフィにゴムゴムのキングコングアンを叩き込まれて敗北するんです。実にルフィがギアフォース覚醒から5話での決着となっています。となるとギアフィフスがギアフォースのシーンのオマージュならば、今後の展開は大きく4ステップ。カイドウの反撃と覚醒、ルフィがギアフィフスの反動で窮地に陥る、カイドウ対ワノ国の国民、反動から復活したルフィ対カイドウの決着でルフィの勝利。まずはカイドウの反撃と覚醒についてです。第784話ではルフィはギアフォースでドフラミンゴに一撃かまして圧倒、ルフィがドフラミンゴを倒せるという機運が高まるんですけども、しかし第785話でドフラミンゴは糸々の実を覚醒させて周囲を糸化させて反撃していました。となるとドフラミンゴはギアフォースに対抗したように、カイドウもギアフィフスに対抗するはずです。ではカイドウはどのようにギアフィフスに反撃するのか。結論から言うと、それがウオウオの実幻獣種モデル星流の覚醒。そもそも百獣海賊団は多くの尊敬能力者を抱えてるんですが、誰が覚醒しているのか明らかになってません。もしかしたらカイドウ以外は覚醒しておらず、第1046話以降でカイドウがウオウオの実幻獣種モデル星流の覚醒を披露する可能性もあります。あいつらは覚醒した尊敬の能力者だ、異常なタフさと回復力が売りなのさ。ただしカイドウが覚醒してもインペルダウン編で尊敬の悪魔の実の覚醒がタフさと回復力が増加するというのが種明かしされているので、正直今更という感じ。さらに実際に覚醒してもタフさと回復力は増す程度。ドフラミンゴの糸々の実の覚醒シーンと比較すると、カイドウの切り札にしては地味すぎるのと驚きがないですよね。よってですね、カイドウの切り札は別の手段の可能性も十分考えられます。次にルフィがギアフィフスの反動で窮地に陥る。今日のように現状ギアフィフスの反動は明かされてないんですが、セカンドからフォースにはそれぞれ反動があります。そして第786話、ギアフォースを発動したルフィはドフラミンゴに強烈な一撃ゴムゴムのレオバズーカをお見舞いするも、バウンドマンをやったらその後10分覇気を使えなくなる。ゴムゴムのレオバズーカを食らってもドフラミンゴは生存していて、さらにルフィはバウンドマンの反動で10分間も覇気が使えなくなってしまいましたよね。と考えるとですね、ルフィはカイドウに反撃されるばかりか、今後ルフィはドフラミンゴ戦と同じようにギアフィフスの反動で窮地に陥る可能性もあるんです。ちなみにですね、ギアフィフスの反動はどんなものか明らかになってないんですが、ゴムの能力と覇気を酷使していることから、一定時間ですねゴムの能力と覇気が使えなくなると考察します。詳しくはギアフィフスの動画で解説しているのでご覧ください。次にですね、カイドウ対ワノ国の国民についてです。もちろんですね、今後の展開がドレスローザのオマージュとなるという前提の考察なんですが、第786話でドフラミンゴが悪魔の実を覚醒させ、さらにルフィがバウンドマンの反動で10分間も覇気が使えなくなると、その間は取り囲から逃れるために一致団結したドレスローザ国民とドフラミンゴが戦うんです。このオマージュを考えると、ルフィがギアフィフスの反動をもらい動けなくなり、その後ですね、鬼ヶ島を花の都に墜落させないために、カイドウ対ワノ国の国民、もっと言うとですね、モノモノスケやヤマトがですね、ルフィがギアフィフスの反動から回復するまでに戦闘する可能性もあります。そして最後は反動から復活したルフィ対カイドウの決着でルフィの勝利という展開。ドレスローザでは反動から10分で回復したルフィが一撃でドフラミンゴを沈めたように、ワノ国では反動から復活したルフィがカイドウを一撃で沈める可能性もあるでしょう。そしてドレスローザ編ではルフィがギアフォースの発動から6話で完全決着しているので、多少前後するにしてもワノ国編も同じ感じになるはず。となるとギアフィフスが発動したのが第1044話なので、カイドウとの完全決着は第1044話から6話から8話後の第1050話から第1052話と考察しています。こうやって見てみるとですね、ギアフォースとギアフィフスの状況はめちゃくちゃ類似点があるんです。そしてポイントなのは、ワノ国編ではですね、カイドウ戦後もドレスローザ編のオマージュになる可能性があるということ。ここでドレスローザ編の話題に戻すと、ルフィがドフラミンゴを倒してドレスローザを救った後にも苦難が待ち受けていましたよね。それが海軍による捕獲。一生率いる海軍は一だけが麦の目ならあちらさんの勝ちだ、今夜は逮捕しやせん。なんとサイコロ振って一が2日連続出た理由で、一生は麦わらの一味に手を出さなかった。しかし戦国と鶴が護送でやってきた3日目にて、ついに麦わらの一味の捕獲が決行されましたよね。
対してワノ国編でも同じような感じになっていて、ルフィが今後カイドウを倒した後、ワノ国にはドレスローザのように海軍は確かにいないんですよね。ただしいるじゃないですか、似たように麦わらの一味を狙っている海軍のような存在が。それが世界政府、全艦そのまま待機だ。第1037話ではワノ国沿岸に世界政府の船が総出で待機していて、最重要人物ニコロビンの捕獲を狙っています。つまりドレスローザ編ではドフラミンゴを倒した後に海軍が麦わらの一味を捕獲しようとしたように、ワノ国編ではルフィがカイドウを倒した後に世界政府が麦わらの一味の出航を妨害しようとするでしょう。そういう意味でもですね、ワノ国編はドレスローザ編のオマージュに近い感じになっている可能性があるんです。全てまとめます。ギアフィフス発動時の状況がギアフォース発動時の状況と酷似、ドレスローザ編もワノ国編も国民に危機が迫っている。以上2つのポイントにより、ギアフィフス発動時の状況はギアフォース発動時の状況のオマージュになっている。そしてオマージュの場合、今後の展開はドフラミンゴのようにカイドウも覚醒して反撃、ルフィがギアフォースの反動で覇気が使えなくなったようにギアフィフスの反動で窮地に陥る、ルフィを守るために赤座役男モモノスケ、ヤマトなどワノ国の国民がカイドウと戦う、反動から復活したルフィ対カイドウの決着でルフィが勝利する。そしてワノ国の出航時にはドレスローザ編で海軍が追ってきたように、今度は世界政府が追ってくるという展開でしょうか。という感じで考察的なんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。